どうもこんにちは、いつもぽっちゃり期待で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの2023年9月に実装された700コスト支援機フルアーマーダブルゼータガンダムで成し遂げていくよ。本気の足回りでは味方についていけず、ケツに食らいつかれることを受け合い、初動はご自慢のハイメガキャノンを狙っていきます。この際、早く撃ちすぎると敵が全員こっちに来るので、ある程度の我慢も必要。さらにここからよろけ継続できればよかったのですが、無事クソエイムで取り逃がしました。本機は HP が 50% を切るまでは対ビームコーティングレベル2によってビームからのダメージを 30% 軽減しリアクションを緩和。しかし HP が 50% を切ると対ビームコーティングが剥がれ、さらに対ビーム補正が 50% 減少。対 HP が 50% を切るとリムコが剥がれる代わりにバイオセンサー J が発動。機動力や格闘能力が大きく向上し、射撃機体から一転、ゴリラ格闘支援機に転生。対 HP の状況によって戦い方をシフトする機体、といった感じでしたが、機体中破からビームに弱々になる仕様が、射撃環境との相性を合っており、中破から格闘狙いに行っても射撃でゴリゴリ HP 削られて格闘を狙うのがなかなか難しく、実装からわずか1ヶ月、爆速での機体調整となりました。本機は機体状況に応じて、得意な戦闘方法が変化することを特徴としております。しかし現状の性能では機体サイズの大きさに起因した被弾率の高さや、対ビームコーティングの効果消失後に発生する対ビーム補正の減少効果をカバーしきれておらず、勝率や MS 損失数をはじめとした戦績が低下傾向にありましたので調整しました。ということですね、わずか1ヶ月で勝率 47.1% の低記録を出しており、これはバチコリ強化が期待できますな。まず機体性能が大きく強化されました。HP が2000、対格闘が10、スラスターが10、それぞれ上昇。強化前の本機はバイオセンサー発動後、格闘を狙いに行く想定な割に、ビームに弱に加え、対格闘も低かったため、あまりにもバイオセンサー発動後の突撃がリスキーでした。スキルダメージコントロールが付与され、蓄積よろけが取られづらくなり、対ビームコーティング消失後の対ビーム減少量が 50% から 30% に、さらにバイオセンサー発動後の非蓄積よろけ軽減率が上昇。以上が今回の調整となります。特に焙煎発動後のダッシュ中に止められづらくなりました。調整後の本機、使用してみた感想としてはかなり強いですね。強襲機が一気ならなぁ。はい、今回の戦闘も対面は福岡ニューガンダムが向きに加え強化型ダブルゼータという、不利属性な強襲機3機セット編成。強襲機、それも射撃機がよくいる環境となっております。ということで対面の有利属性汎用機はアッシマーのみ、しっかり粘着していきましょう。ミリ残りなら強襲機といえど、バーリバリバリバリ。燃焼ミサイルの燃焼効果は固定ダメージを付与、不利属性の強襲機にもしっかりダメージが入るので重要。本機のハイメガキャノンは収束が 6.5 秒と短い。ハイメガキャノン。すいませんすいませんで始めたら止まらないんですー。かなりのやらかし。ここは戦いの中で汚名返上するしかない。本機はダブルビームライフルとダブルキャノン、2種の即よろけ射撃を主軸としつつも、合間合間に燃焼ミサイルとバルカンを挟むことでよだめアップ。リーチ激長のハイパービームサーベルと、強よろけの腹部ハイメガキャノンで自衛力も高め。これが激長ハイパービームサーベルやー。特にハイパービームサーベルが詰めてくる強襲機にリーチギリギリで振り、N 格闘さえ入れば本機は連撃が可能なため下格闘でダウンまで確定。ヨガ格闘環境ならこの機体激ヤバだったかもしんないですね。とはいえ自衛力は高いですが、まともに自衛できるポジションに移動が間に合わない足回りがネック。バイオセンサー発動前の足回りは悪いので、孤立してボコられることがしばしばありますね。早め早めのポジションチェンジを意識しないといけないため、難易度は高め。早速ポジション取りをミスりました。後ろのリスポーンしてきた敵次第ですが、これは、強化型ダブルゼータですね。剣門の復入、肛門の強ダブ、無理に決まってんだろうが、フルアーマーダブルゼータガンダム、出る、強よろけの腹部メガ粒子砲、そして時間制限式で発動可能な連動射撃は、抱え落ちする前にさっさと使います。
というのもこの射撃は強よろけこそ強力ですが、静止射撃なためカウンタースナイプももらいやすく、ビームコーティングが剥がれる前に使わないと、こっちもよろけさせられてあんまりアドになりづらかったりするからですね。また2機の強襲機が来ちゃー。2機の強襲機に襲われるのはもはや700コストではデフォ。なんとか一命を取り留めました。ビームコーティングがなければ即死だった。連動射撃発動、ギリギリビームコーティングも残っているのでまだまだぶち込むチャンスあり。この火力とストッピング力である。アッシマーにはよく通る射撃、汎用機がいることへのありがたさを感じちゃうね。燃焼ダメージプラスバルカン、強襲機といえどいたかろうせ、連動射撃可能の残り時間が少ないですね。チャージしながらポジションチェンジして狙います。いででで Y のビームコーティングが、とうとうビムコが剥がされました。ビムコが剥がされたということは、ゴリラ支援機にクラスチェンジ、バイオセンター発動後は格闘補正が驚愕のプラス50、フリ陛下にも通るほどの格闘火力を発揮。また、ダッシュ中のよろけ射撃を緩和するマニューバーアーマーも付与されるため、バイオセンター J の蓄積よろけ軽減と合わせることで、まるで強襲機のような突撃が可能に。しかし足を止めているとよろけビームで簡単によろけるため、敵の射線内では足を止めないことが重要となりますね。持ち前のリーチを生かし伏入を一刀両断、バイオセンサー発動後は前に出る自衛の方が効果的な場面を埋め、どこに行っても強襲機しかいないぜ。それでも今のフルアーマーダブルゼータガンダムなら、あ、これあかんやつや。冷静に距離取られてましたね。最後にもう一度リスポーンして攻め立てます。ほとばしる火力、射撃ビチュンビチュンビチュンだけでアッシマーをボロ雑巾にしますが、残り時間が足りない。フルアーマーダブルゼータガンダムでした。敵強襲が1機なら強い。2機なら3機なら地獄。HP によって操作感が変わる機体自体は結構好きですが、まあ、やっぱり700コストは支援機にとってあんまりいい環境じゃないですね。それでは今回はこの辺でー。